今回は、サシャの声優である小林優さんが解体に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。サシャと妹という伊佐山先生をうならした伝説のエンドカード。幼稚園の時にこんな感じの絵描いてたわ。これは地ならしの絵か？サシャと妹だぞ。これはサシャがどれかわかるから、イースレ画像はどれがサシャかわからない。なんで赤色使ったんですか？怖い。ちょっと私の感性ではよくわからないイラストです。そら伊佐山先生も圧倒されるわ。どこがサシャでどこが芋なのかもわからん。小林さんが画伯画伯呼ばれてるのは知ってたけど、そっちの方向性？なんかもっと絵の絵の文字みたいなやつしか描けない類の人かと思ってたんだけど、なんこれ、うつの人が勢いのまま描くやつじゃん。センスが飛行手。見なきゃよかったかも。なんだこれ、目に焼き付く。ショックはショック感あるな。 SCP になってるよな。計算して書いているとしても、計算する前に一番最初にこれを出力して、その後も出力し続けられるのは従前に狂気。どこが何？葉っぱみたいなやつはもしかして植えられた芋の葉か？僕の戦争を初めて聞いた時と同じ気持ちになった。怖すぎる。現代アートか何か？さ、小林優ですなう。進撃の巨人さんをご覧いただいた皆様ありがとうございますなう。大変恐縮ながら12話のエンドカードを務めさせていただきましたなう。私が演じているサシャさんとお芋を描かせていただきましたなう。大好きなお芋に幸せいっぱいのサシャさんですなう。躍動感を中心に描かせていただきましたなう。これと似た狂気を感じる。サシャ役の人病んでない？大丈夫？ああ、これ赤いのはあれか？根っこの表現か？神山先生ですらドン引きするとかヤバい人じゃん。小林優さんに赤ペンを持たすなと散々言われていた。狙ってやっててくれないと困るレベル。なんで血を吹き出させようとするんですか？もしかして世界がこうやって見えてる？いや、わからない。なぜ貴様は芋をこう描いた？なんだこれ、初めて見た。草生える。これ無垢巨人が一般人を襲ってる図じゃないの？本当に失礼な表現になって大変申し訳ないけど、重罪を負った囚人が死刑執行前に書き残したりしてるやつに近い雰囲気を感じてしまった。小林優の絵は一目で誰が描いたかわかる。米印豆知識として、サシャ役の声優である小林優さんはネットでいうところの画伯と呼ばれるくらいの破壊力ある絵を描くことで界隈では有名がないから心配する声が出てるのが笑う。その前提情報があっても怖いし不安で心配になるが、ネタやキャラ付けでやってるんだとしても、この狂気を継続して出力し続けられるのはもはや狂気そのものなんよ。まだ証拠お姉さんの方が愛嬌ある絵を描いてるんだが。控えめに言ってゲルニカの再解釈。全力でゲルニカに謝って。人気声優が美少女キャラクターの食事風景を描いた絵に対して、いくら名画とはいえ引き合いに出すのは良くないと思って、俺は我慢したぞ、俺は我慢したんだ。ゲルニカは完全に計算されているんだ。説明は長くなるけどな。一方画伯の絵はさすがに自覚は生まれただろうが天然物だ。すごい。マジで何が見えてるんだこの人には。小林優の絵は一目で誰が描いたかわかる。米印豆知識として、サシャ役の声優である小林優さんはネットでいうところの画伯と呼ばれるくらいの破壊力ある絵を描くことで界隈では有名がないから心配する声が出てるのが笑う。その前提情報があっても怖いし不安で心配になるが、ネタやキャラ付けでやってるんだとしても、この狂気を継続して出力し続けられるのはもはや狂気そのものなんよ。まだ証拠お姉さんの方が愛嬌ある絵を描いてるんだが。控えめに言ってゲルニカの再解釈。全力でゲルニカに謝って。人気声優が美少女キャラクターの食事風景を描いた絵に対して、いくら名画とはいえ引き合いに出すのは良くないと思って、俺は我慢したぞ、俺は我慢したんだ。ゲルニカは完全に計算されているんだ。説明は長くなるけどな。一方画伯の絵はさすがに自覚は生まれただろうが天然物だ。すごい。マジで何が見えてるんだこの人には。日暮関連で中の人出演した時にリカちゃまのモノマネやりまーすって包丁でこめかみぶち抜く一連のシーンやりきる女だ。面構えが違う。10まで放送されたから長白の絵がアニメで。公共の電波に載せちゃダメでしょ、子供トラウマになっちゃうよ。なんで赤色は打たれた時の。青色にしたらまだ可愛い範疇の絵なのにね。ザックレイとは別の方向性を持った芸術作品。つまりこの絵とザックレイの芸術を輸出していれば、他の国と和解できたということ？他国駆逐してやる。巨人以上の何かが出てくるよ。サヤの歌が思い出された。天然でも狙ってたとしても関係なくやべえ。計算して描いてる矢印基人、完成で描いてる矢印基人。
才能を努力で開花させた人が天才として、これはもう狂気の沙汰なんよ。どうあがいても鬼人なの草生える。まともな人は狙ってもなかなかここまではいけないからな。多分嬉しかったり楽しかった時漏れ出る感情を赤色で表現してるんだと思う。あと自分の頑張りと狙ってやっててくれないと困るレベルでも計算にしろ悪ふざけにしろなんでこんなのお出ししたのってなる。普段のコメントとか見るとものすごい礼儀正しい人っぽいし、やってみるとわかるが計算してやろうとしてもどっかで規則的だったりみんながわかるような絵を入れちゃうんだよ。変な意識しないで描かないとできないから十分すごい。計算で描いたいというのはなんかこう DV でやってる画伯ごっこみたいに、あ狙ってるなってのが察せられるけど、これはえ何え？って困惑が先に来るから多分本物。だんだん野球のお兄ちゃんに見えてきた。ここで小林に赤ペンを持たせておくと SAN 値が落っこちてしまいます。だから赤ペンを取り上げる必要があったんですね。画伯って思うがままにペンを置いていってる抽象画系なのかと思ってたが、感情表現を書いてみましょう。的なのを見ると一応なんとなく納得がいく形状のもの書いてるんだな。頑張れはよくある胸の前で両手をぐっとやってるポーズっぽいし、下の方のへのってなってるやつら可愛いな。どんな美人でもこんな絵描いて見せられたら別れたくなっちゃう。大丈夫？これを見た後に別れても無事でいられる？ワイは好きなんや。結婚してるんだよな。とりあえず赤を足すのをやめようか。うなくてもわからんが、なんていうか狂気を感じます。普通に見えても内面に存在する、それがはみ出してきたような。割とマジでどういう育ち方をしたのか心配になる。ご本人モデル美人で超礼儀正しいから怖さが増す。小林さん自身はすごく礼儀正しい良い人なのに、言動になぜか不安感がつきまとうという謎の人。温泉で家族で登校日を忘れてしまう。ふんわりとしたご家庭で周りの友達も優しい人が多かったと語ってたの聞いたことあるよ。この子には優しく接してあげないとと思われてた可能性。無自覚なだけで鞘の歌状態切ない。写実的にという指定で見たままを書かせてみたい。鞘はどれですか？芋はどれですか？中央部の上下に大きく開いた口があって、歯も並んでる。その口に手づかみでジャガイモを放り込もうとしてる。そして周囲にはたくさんのジャガイモ。赤色の理由はわからん。もし狙ってやっていないんだったら普通に障害の可能性もありそうだよね。文字で言うディスレクシアみたいに。わざとやってたらそれはそれで心配になる。狙ってこれが書けるなら本当の意味で画伯かと。この手の狂った絵は黒いボールペンで主線を描いた上に微妙に重なるように赤いボールペンと緑のボールペンで縁取りした後に仕上げに緑か青の蛍光ペンで色塗りすればそれっぽい感じになる。この人は絵も独特だから合わせ技でいい感じの狂気になるんだろう。狙っててもこんな不安になるの普通は描けない。ただ飛び散ってる感じならまだしも、ちょっと滴ってる感じのあるのがこう。小林龍の目には世界がこう映っているのかと思うと、背筋が凍る人間に擬態した宇宙生命体とかなの？生活が破綻してるわけでもないから映ってるのは多分普通の景色。企画して抽象化して認知するプロセスまでは問題ないけど、認知したものを抽象化して出力する過程がバグってる感じじゃない。最終的にロビタになります。狙ってやってるとは思うけど、こういう絵を画面に出してもいいんだという学びからやってるだけであり、絵自体は素で描いてる印象。ああ、いものつると葉っぱっぽい丸かな。サシャはわからん。いや他の絵もわかんねえわ。これ本人自体基人よりだけど、ちゃんと TPO はわきまえてるし、演技に関しては文句なしなだけに、絵についてはどう判断していいのかマジでわからん。狙ってぐちゃぐちゃに描いても多分こんな迫力は出ない。小林龍の絵には天然物の迫力を感じる。画伯の画伯がバレ始めてのっていつが最初だっけ？もう随分と昔からだよね。年くらい前にネギマのせっちゃんやってた頃にはもう画伯やってたような気がする。ネギマ館あたりの限定版に小林画伯が A の生徒名簿を書き下ろした特典ページがあったはず。年くらい前のネプチューヌ V ではゲーム内ですら画伯としてネタにされてたから、それよりも前だな。確かスクールランブルのファンイベントの時に片鱗を見せたのが始まりで、ネギマで開花したんじゃなかったかな。Tはライター見てるが、時たまにじみ出す狂気以外は割としっかりした人だよ。これは上下が逆さまみたいな話も聞いたことがあるな。逆にするとで中央のギザギザしたものが派で、中央から中央下にかけてある丸い肉塊みたいなのが下に見える。合ってるかわからないけど、見方がわかると SAN 値の減り具合が減ったり、不安に駆られる具合にマシになった気がする。にゃんこいってアニメのエンドカードを書いた時は上下逆だったことに誰も気づかなかったというか、説明されなかったら上下左右の区別つかないと思う。一回この人に本格的な絵画描いてもらうべき。きっと年後にとんでもない価値になる。
小林優はさよなら絶望先生の絵描き歌とかもひどかったからな。一人だけ線が順番に出るんじゃなくゆっくり画面全体が出てくるタイプだったからな。いわゆるアウトサイダーアートってやつ？わぁ、このお姉さんは本当の世界が見えてるんだね。なんかこの絵はどういう構図だったのか考察してるサイトか何かあったけど、どう頑張ってもそうはならんやろが過ぎるんだよな。つうか何の赤なんだよこういうの見ると。ホトトークの絵心ない芸人ってまだか言い方だったんだなと。いやこれはこれで絵心あるのか。絵心ない芸人はわざと下手に描いてる人、曲線の描き方が綺麗と絵の勉強をしたことが全くない人が割ぐらいを占めてると思うわ。中川家のレイジは絶対うまくいかないってわかってるもの書かされて笑われるの辛い。子供に学校で何も言われなかったかって聞いたけど大丈夫やったってラジオで言ってた。前よりさらに画伯になってる気が。どれがどれのどれ。黒木なぎさってシンガーの白夜って曲にキュビズムのように難しく落書きのようにあどけないものって愛を表現したフレーズがある。それを聞くたびに小林優の絵が思い浮かぶんだ。すごいセンスだ完全に天才の。それでもなんかちょっと心配になっちゃう気持ちもある。幸せなら OK です。事務所から女性は描いてはいけないと禁止されている。 YouTube にあるファイアーエムブレム星座段階ボルのエンディングで小林優が絵を描いてるところを見られるけど、あ、これガチだなってなる。発想に画力が追いついたらとんでもないことになりそう。数ある色で赤と黒しか使わないし、ナマコみたいなにょるっとした物体と汁が滴ってるようにしか見えない絵ばかりしか描かないからネタじゃなくてガチで心配される画伯。本当にこう見えてる可能性。まだ声優とか全然わからなかった小学生の頃、ネギマのアニメ機の DS のゲームで全クリ記念のおまけイラストとか言いながらこの人の絵を見せられてリアルに叫んじゃったな。もしかして赤で陰影表してる？薄めでぼやっと見るとなんとなく立体的に見えてくる。かも大口開けたサシャが左奥髪型から突っ込んできて、右手にある芋の皿に手を伸ばしてるのかな。ずっと見てると不安になる絵。パッと見て何の絵かは全くわからないけど、小林画伯が描いたことだけは即わかる迫力があるので才能は感じてしまう。しかしよくこれがサシャが芋を食べている姿とわかったな。スレガの衝撃の後だとはだいぶわかりやすいな。下の4体はゆるキャラみたいな可愛げすらある。赤ペン持たせるな定期。新役者を絵の具にできる逸材。一般男性と結婚した時にこの人と結婚できるのが一般人なわけないというツッコミが入っただけのことはあるな。